れがロマンチック止めて、ロマンチック胸よ。あれ、それカエルちゃんよ、今歌ったメロディーって本物と一緒だよ、高さが。すげえ絶対音、絶対音感女私絶対音感ですもん。すげえな俺はじゃあカエルちゃんのキーに合わせて歌ったら、俺があの本物を歌ってた頃のキーと全く違ったんだね。音当てられるの、うん、高いんだよ、あの CCB ってよ。 CCB の音、うん、なんで浪人してぐるぐる回してんの。俺トンボ、いやいやいやトンボ、俺バーニしてんの俺のこと。違う違う、もう回ってます。あ、回ってますって意味なんだ。一緒に寝ちゃおうと思って催眠術に変わって。分かってるくせにボケないの。いや、ボケっていうのはね、本来そういうものなんですよ。あの、皆さんこのほらアパート会話の人は天然ボケばっかりだから、確かに予期しないようなボケがいっぱい出てきますけど、ボケっていうのは本来分かっててボケて突っ込むんですよ。あの、まあ、大丈夫かみんな。ボケってそうなんですよね。やだそんなの。やだって言われてもいいと思うんですよ皆さん、うん、本当に天然で素晴らしいですよ。俺なんか天然ボケなんか一回もしたことねえもん今まで。天然のふりはするじゃん。そう、ふりをしてるだけなんだよ。プリテンダーですよ。プリテンダープリテンダーですよ俺。プリ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 テンダーですよ俺ね。いいじゃない。でもプリテンダー意味わかる？わかんない。何々のふりをする人、プリテンダーズっていたでしょ。知らない。外人の人で知らないの。俺も詳しくは知らないけど。そうだね、あんまり自信なさげだったもんね。プリテンダー、プリテンド2で何々のふりをするっていう意味なんですよ、英語の。プリテンド、何のふりだったっけ。懐かしいね、うん、あ、プリテンド2。俺だからそのね、受験生活を勝ち残ってきた俺としてはさ、そういうなんか熟語とか大得意なんですよ。そうかそうか。文章はわかんねえ。うん、まあ、先週ね、あの英語のソフトで、あれ面白かったね。いや面白くなかったよ俺は。なんか思わず出ちゃったなっていうね、俺の英語に対する。まず俺ヒアリングできないから。多分カエルちゃんはあの本物の英語を頻繁に聞く機会があるわけですよ、うん、だから言ってることはわかるじゃん。俺らの中学のさ頃なんて英語の先生の発音が一番悪いんだから。まあスッって言うんだよすぐ。すごい、まあ、唾のシャワーが、うん、唾シャワー出たけども、あの、TH なんで後ろに引くの。だからそんなに勢いよ。違う違う違う、これ ね、あの、大げさに言ってんじゃないんですよ。あの、例えばさ、なんか歯のことティースって言うじゃん、ティースで、一番最後は TH じゃん。で、ほら、そこはほら、噛まなきゃいけないっていうふうにあの、言うわけですよ。で、当時はそれが日本人に対し一番の、あの、苦手な発音だからちゃんと噛むように、ティースで、好きな時、本当に困ってたの先生がすごかったですよ、あの先生は。やだ、うん、もう近年稀に見る英語の発音のできない。だからまあ、あの、その人はほら、だからまあそうやってね、まあ、大学とかで教わってても先生になったと思うんだけども、最近はあれだもんね、そんなにあの噛まない方がいいんだよね。そんなにそんなにそんなに噛まない方がいい。そんなに噛まない、うん、なんつってさおかしいよね、顔が顔がって言うな顔がって言うな。うん、あなたは面白い人ですとは言ってもいいけど、面白い顔、いや顔のことは言うな。本当に。そういえば顔といえばね、うん、あのふと思い出したんですけど、私あの実は髪切ったんですよ、黒幕で。あのまあ言ってしまえば、あのこう坊主にね、いつも坊主になるじゃないですか俺最初、うん、それどんどん生えてしばらくほったらかしっていうパターン で久々にね、あのちょっと本当にちょっとまたちょっと挑発っぽくなってきたんで切ろうと思ったんだけど、なかなか時間なくてさ、たまたまね夜の8時ぐらいに空いてた店があったんですよ。結構珍しいでしょ8時ぐらいやってんのって。ねえ、あ、やってると思って、でまだいいっすかねなんつったら、ちょうど8時までだったんだけど、8時ちょっと前に行って入ったらいいですよって、出てきたんですよ、その俺の髪を切ってくれる方が。これがね、もうなんつうかね、ちょっと俺その絵をはい、これなんですよ。すごかったですよ。あのね、これ言っとくけども、むちゃくちゃ似てるから。すごいいい感じで、あのね、ひげがね、非常に蓄えていらっしゃるんですよ。なのに、ほくろがね、そのすぐ上にあってね、すごい気になるんですよね。で、ほくろなのかひげなのかどっちかにしてくれよと。特徴は、お前の特徴はね。なんでダブルで被ってんねん、なんとなくよ、みたいな。あの、非常にトークをなさる方なんですよ。そう、すごいいろいろネタ振ってくるんですよ。つまんない話なんだよ、またもう、ほんとどうでもいいような話ばっかりなんだよね。
まあ、ちなみにちょっと一部カエルちゃんちょっと読んでみてもらっていいですか。私が読むの、うん、どこから読む、どこでもいいよ。ヨン様ヨン様って言ってますけど何がいいんすかねとかさそんなことは俺答えたくないもんだって。まずちょっといいですか、うん、あのちょっと浪人生にぜひとも聞いていただきたい、はい、サクサクの皆さんへこんにちは。初めてお便りします。この間横浜駅西口へ行ってきました、うん、なかなかセイント号と通信できずに時間になってしまい諦めて帰る時、サクサカーに囲まれている浪人生さんを見つけました、うん、バルなんだ。想像していたよりとってもかっこよかった。おっとおっとなんでフリーズしなくていいですから、はい、スラスラ、一人一人と話してくれて優しくなんで止めるんですか。つまりこれね、この話で統合すると優しくてかっこいいってことじゃないですか。それもう最高の褒め言葉じゃないですか。ありがとうございます、ね、感激しましたって書いてあるので優しくて感激しました。また機会があれば会いに行きたいです。わー、ありがとうございました。ということでございました。ちょっとあのその日の模様を見れるの、あ、今見れるの、はい、見た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 、うん、日曜ですから混んでますね。なんかドキドキするなこれ。これちなみにですね、はい、待ち受け待機中はあ、すれ違いましたね。またえ今すれ違いましたね。えあ、来たぞ来た。あ、すげえ。うちのパートをよろしく。セイント号探し中だって。うおで、向こうにももう入ってるわけでしょ。西口の相鉄側なんですけど、はい、これもちょっと中央西口の方に向かって歩いてます。一人反応してますね。ほらおー、来た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 。終わった。これなんだよこれ。あ、これ間違いなくサクサクを見てる方ですね。サクサクの歌の歌詞じゃねえか。つうか、どん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 いろんな人の犬がですね、来てまして。うわー、なんだよこれ。並んじゃったの。なに、なにみんな、なにペンとか持って西口の中央口なおいなぁ。 DS を広げてたらだんだん人がうわすげえ、老若男女よ。やっと来た。来ました来ました。あーよかった一発で優しい老人生さん。いやいやいや、そのコメントいらない。カットだ、そのコメントカットね。噛んだ、うん、だって音が聞こえるんだよ、喋った。本当だ。あ、そこか。カエルに手を噛まれた。俺、あ、カエルに。こいつですか。すごい申し訳なくて、なんか物だけもらってすぐ分かれるっていう。この人とか今日のために DS とソフト買って。買ったんだけど。今携帯に入ってるのはメタリカだ。あ、メタリカかっこいいっすよね。よくわからない。あとはワンプレスの人。はいはいはい。本当ですか。まあ、スポットも、しっかり宣伝も早速ね。僕も、はい、弟さんの分もやってあげると優しいお姉ちゃんであります。ありがとうございます。ねえ、だよ。お、ITA のドラマ。あ、二股が。すごいな。高校生、中学生、高校生ですか。1時ぐらいに来てぐるぐる。え、本当ですか。やっと見つけました。あ、よかった。なんだよ、ちょっとなんかいい話じゃねえかよ。お答えができてよかったですね。なんだ、浪人生落ちやるんだろうな。いや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 。あ、カエルちゃん、うん、いつも見てて。はい。なんだよ、ダメだ俺こういうね、ちっちゃい子供の女の子ダメ、弱いんだよ俺。40人の方とあらすれ違えた。すげえ。先生、いい仕事するな、うん、感動する。なんだよ、すごいよ。で、あの中にはすれ違えなかった人もいたと思うんで、うん、まあそれでちょっと、まあ、その人は本当の意味でのすれ違いみたいなね。そうですね。そっちだけ納得いかないのはかっこよくて優しいってあの友達あそこ切んなきゃダメなんじゃないのか。都合の悪いことはみんなメディアの人カットするから。あ、まあそうですよね。そう、いやいやいや、使いましょう優先して使っていきましょう。知られるピザ職人、自分の道を歩くのだ、新ジョージア。犯人はお前だ。ブレすぎよ。ブレない携帯フォーマ N90i デビュー。ネットで N を探せ。
NEC。 厳選された素材、美しい仕上がり、風味豊かな海の旬を贅沢に、新鮮な海の幸を目と舌で味わう送迎バスもご利用いただけます。忘年会新年会は阿寺町さざ波亭へどうぞ。ドライエイドに出会った。何これすごっ、とろとろ。それはとろみ60倍の一滴、予想を超えた潤い感、スーパー保湿目薬ドライエイド。感じてロート。今週ね、まあ、クークル兄さんをこう屋根の上に向かってお送りしてるわけでございますけども、なんと今日は黒田さんついにホニャララバーに行くの巻。ついにっていうことは今まで行ったことがなかった。行ったこともなかったですし、行きたいとも思ってなかったんですよね。これはどういう流れで来た方がいいですかね。仕事が終わって、はい、まあ、スタッフみんなでご飯食べようかって食べて、まあ、ちょっと飲んで、まあ、いつも小渕が言うんですけど、ちょっとダーツ行けへんかと、まあ、僕はもう、ええよ、まあ、しといて帰るからみたいな感じで行こうかなと思ったら、その時すごい少人数やったんですね。なんかほんなら、まあ、まあ行くわ行くやみたいな、いや俺、まあ、じゃあ行こうよ、ああああああってこう連れて行かれてダーツバーに、初ダーツバーに行ってでもね、すごかったですよ。ダーツっちゃいました。ついに何がすごいってね、入ったらね、なんかね、もうみんなねファミリーなんですよね。ムツゴロウ王国みたいになってるんですよ。なんかムツゴロウさんがラーメン食べてたら猫が横からフィッシュッてしてるみたいなこの感じ。コブチが入ったら、あ、コブちゃんみたいな。え、何そのコブちゃん。俺も読んだことないみたいな。それは何ですか、そのダーツバーっていうのは一種そういうこう、なんとも言えないファミリー感が。ファミリー感あります。ちなみに俺もね、ちょっと小渕さんとそのダーツの話した直後にちょっとダーツやりまして、もうすごかったですよ。どこでやったんですかそれ。ちょ、北海道でね、北海道で投げました、俺。ピクククすごかったですもうなんかちょっとヒーローもんみたいな投げ方しますよね。小渕さんが言ってた、要するに投げるんじゃなくて、はい、固定して、はい、そのままシュッとやると、はいはい、思い通りのとこ行くんですよね。そうでしょ、そうでしょ。言ってたっけ。言ってたべ。言ってないよ。言ってたよ。言ってない。なんかすごい音してたもん。ブワンブワンブワンって。それは機械全機種統一です。刺さるとバキュンって言うんです。なんかバーニングとか言ってない。言ってない。バーニングは言ってないでしょ。かなりいい感じ、ね、言ってましたか。バーストでしょ。え、バーストじゃない。バーストなんで指差し笑われてんだ俺。意味がわかんねえぞ。バーニングって言ったけど出てたのはバーストって言ってたじゃん。バーストって何ですか。バーストってのあります。例えば最後50点で上がんなきゃいけないとこに80点入れちゃったらバーストって戻るんですよ。そうまあでもそんなルールなんて俺関係ないですよ。俺が思ったとこ投げたいだけなんですよ。止まんのにダーンとかなって、その尾崎豊泉みたいな。いやいやルールなんて関係ないから。子羊なんだよ。会話系大人の代弁者なのか。お前は会話系大人の代弁者。でもね、ちなみに小渕さんね、このお姉さんね、意外とうまい、意外とっていうか意外と言っちゃ失礼です。うまいんだ。うまいうまいうまい。本当すごいっすよ。なんかね、最初のうちね、逐一この人ばっか勝っててね、まあ、俺ルール知らなかったからあれなんですけど、もうすげえムカついたの俺。本当なんだ、勝たせるよちょっとみたいな。刺さるのがすごいですよね、最初なのに。なんすっけ、限りなく、あれ最初、一人ずつやるのは得点がいっぱいのがいいんですよね。そうですね、はいはい。それやつだね、最初。ちょっとなんか300、400とかなんか、当たり前みたいな感じです。3割、4割当たり前じゃないですか。なるほど、でいいでしょ。なんかそれっぽいところにボカボカ刺さっててね。それっぽいところもうさっきからこう、ざっくりやん。全然わかんない。増えるやつとか。で最初のうちはね、俺もね、なんかちょっとほら、なんかほら、小渕さんの教わった通りにやると、なんか小渕さんの軍門に下ってんの感じするから。なんかちょっと悔しいから。小渕さんも考えてみる気持ちね。だから僕は絶対小渕の言われた通りしないです。なんかそれした時点で小渕流なんとかになる。黒田流ですもん。そう。だから結構あれなんですよ、野球みたいな感じで、サイドスローとかね、アンダーゼロとかね。みたいな。窓に刺さりもしないんですよ。なんか窓の方とか飛んでっちゃったりして、なんじゃこれ、こんなちっけえのにとか思って。で、カエラちゃんがやってるのとか見てたら、なんか結構ね、こうやって、チャッてやるんですよ。あれかと思って。分かってんね、じゃあね。ちょっと
こうやってましたよ。あのなんかちょっとあの片足こうななって、はいはいはい、右足みたいな、あのそれそこだけちょっと開いちゃうみたいな、いやだからね、あんまり大振りしちゃいけないんですよね。こうなってて僕らしかわからないと思うんですよ。これでやってくださいよ。そうじゃないだから、ね、こうなって、そう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 、構えて、うん、肘を動かさんと、こうですか。せーのそんな感じですよね。そう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 、大振りしないだって別にそんな早く投げる必要ないですもんね。全然ないんですよ。ボーリングダーツだけじゃなくてね、あのなんかいろいろやりましょうよ。やりましょうね、うん、なんか、はい、カーリングとかね。広さがいるな、氷がいるな、はい、どこで頑張ったらいいかも。そっちなんかな。4人でボブ、4人でボブスレーとかやりますね。鳥のオリンピックを意識してね、リュージュとか。でも俺僕だけあの中入らない。すいません、ちょっと生身でお願いします。なんで俺だけ一人だけど、アプロ行きますみたいな。モダイル刺激が癖になる暴君ハバネロ。カクテルの名前でしりとりしようか。スクリュードライバーバッバッバッバサシソーダ。そんなカクテルないよね。あります。え、あるの？クーポン使える？リクルートから。ジャック日本中古車査定センター。車の買い取りならお任せください。安心できるプロがあなたの愛車をきっちりと査定いたします。出張査定どこでも無料。まずはフリーダイヤルにご連絡ください。ジャック日本中古車査定センター。この羽がみんなの気持ちを運びます。あなたの募金があなたの街の福祉を支えています。赤い羽共同募金。傷つき悲しみ涙がポロリ。放送であなたの人権が侵害されてしまったら、放送と人権委員会にご相談ください。 BPO。 さあそんなわけでございまして、栃木県の方からね、うん、お手紙もらってます。神奈川県では毎日サクサクが放送されているようですが、私が住んでいる栃木県では週に1回しか放送がありません。神奈川では毎日違う内容のものが放送されているのですか、それとも1週間同じ内容のものが放送されているのですか。とても気になっています。ぜひ教えてくださいと。あ、そっかそっか。まあ、今ちょうど今日は確か栃木の、ね、方が見れてると思うんですけど、毎日同じもの放送しますよね。うん、毎日同じ。わけねえだろ。なんだよそれ、毎日同じってよ。いや、うん、毎日違うものですよ。そうそう、めくるめくね。まあ、今日はこうやって普通にやってるけど、普段はもっとゴージャスなセットでね。なんでそうやって意地悪するの。同じでしょ。さ、なんか変な泡のいっぱい入った風呂でフンフンフンってやったりね。フンフンフンってやって、こう足とか上げたりしてない。そうそうそう、やったりシーンもあったりなんかしてね。うん、そんなこともないんですけども、実はまあ同じようなスタイルでね、まあ毎日違うものを、まあいろんなネタはまあ全く違うんですけども、まあほぼこんな違うものが月から金までね、神奈川っていうか、うん、この会話では流れているということでございまして、はい、うん、まあでもかといってな、じゃ別のもの見たいと俺たちに言われてもな。そうだね。栃木、今放送してる栃木テレビの人が全部やればいいんじゃないの、ね、全部放送してくれればいいね。そんな願いも込めて、私今日なんと宇都宮の歌を作ってまいりました。レッツゴー栃木テレビみたいなね、イエーイ感じでね。まあこれを機にね、もし今見てる栃木テレビの編成の方が分かりませんけども、こんなに栃木のことやってくれるなら他の曜日も見たいなみたいな、なるほど、思えばいいなみたいな、いけいけって感じ。わし、じゃあ今日は、これでお別れでございますけども、最後宇都宮の歌を聞いてバイビーみたいなね、うん、もう本当にダブル朝の波にトレンディじゃあ宇都宮の歌、あ、仮面ライダースナックっていうのがあったんですよ。うん、なんか甘じょっぱいさ、なんとも言えない微妙な味がしたんですよ。いや、ライダーのカードが付いてるわけですよ。実はその中にためにラッキーカードが入ってるわけですよ。うん、でそこをね、送るとアルバムがもらえるわけで、送り先なんと宇都宮だったんじゃない。それは宇都宮から三千と輝いてアルバムがやってくる。それは宇都宮から専用茶封筒でアルバムがやってくる。なあ国オンリーワン、つい
問題ですね。大問題ですね。つまり宇都宮は俺にとってラッキータウン、アルバム溢れる街、だけ欲しくても我慢、人として我慢、俺偉いぞ。ちっちゃかった俺たちはこの字読めなかった、ましてやがけもしなかった、ちなみにこれも読めなかった。もう明らかに母ちゃんに頼むしかねえ。甘じょっぱい、はラッキータウン、餃子のせいにちょっと聞いてみた、彼女は空を見上げたまま何も答えてはくれなかった。餃子買ってきてあるから後でみんなで焼こう。やったー。